昭和29年の四古丹島、マイ群島春外島は、いわゆる北方領土のマイ群島にある一島。無人島。ロシア名は、ハルカル島。ハルカルモシリ、またはハルカリシュゲシリ島とも呼ばれ、アイヌ語の、ハルカルコタン、または、ハルカルモシリにあるコタ丹に由来する。ノサップ西市には、ハルカルモシリと記されている。ユリ島の東の沖合に位置上の島。 中の島、下の島からなる。総面積は2平方キロメートル。江戸時代には樹木がないが、飲み水はあり、アイヌは、異跡で、春外島へ渡っていたと記されている。また、霧が深く、東には、岩礁があり、北、西、南の三方は岸が、深く、やはり暗礁が多いとも記録されている完成11年にね、諸とあっけし場所のアイヌが立ち会い。 秋売島とともに双方の入会地となった。明治時代には御用前村の一部となり、後にハボ前村に属し、戦前は中の島にのみ6人住んでいた。現在はロシア連邦の占領、実行支配下にある。日本も領有権を主張しており、1959年より根室市に編入されている。ラッコの繁殖地であり、 のサップ岬でもたびたびその姿が確認されている。ありがとうございます。